こんばんは。元気です。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。今日はもぐもぐしません。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。来てくださってありがとうございます。 NNB48 九期研究生ゆしみことゆしみあねです。兵庫県出身中学3年生15歳のゆしみことゆしみあねです。こんばんは。なんて呼ばれる、なんでも嬉しいですけど、ゆしみんとかですかね。ゆしみんあやねちゃん、なんでも嬉しいです。あ、すごい、えリラックマのギフトありがとうございます。たくさん白いのもいる、ありがとうございます。えひよこもいる、すごい。よし、いいです、いいです、なんでもいいですよ。こんばんは、来てくださってありがとうございます。今日も服かわいい、かわいいですよねこの服、ありがとうございます。こんばんは。袖でかいんですよこれ、実はバルーン袖になってめっちゃかわいいんです。こんばんは、ありがとうございます。広告のコメントありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。一人っ子です、私兄弟いないんです。こんばんは、けん玉ちゃんじゃないですこんばんは、ありがとうございます。今日お疲れ様でした皆さん。今日は何してましたか皆さんは。全身写真好き、ありがとうございます。結構全身写真ねブログに載せることが多いです、お洋服を見せるために。昨日ちょっと何も書かずに載せちゃったんですけど、池野さんの話をたくさんしましたので。可愛いですよねバルーン袖で、ありがとうございます。来てくださって、アラブルさん、白いリラックもありがとうございます。ヨシさん、ひよことかありがとうございます。そう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。お疲れ様です、皆さん。ひきのちゃんが見に来るって聞いてきました。ひきのちゃんは、どのゆきのさんですかね。田中のゆきのさんですか、古川の雪乃さんかな、見に来てくれるので、ね、あー見つけれるかな今日会えなかったんです雪乃さんに。そうなんです、今日は今 M 公演、そうちょっと被ってっちゃうかもわかんないんですけど M 公演出られてますね、頑張ってください。あ、ナンバ式の9期生サメ会ありがとうございます。一緒に会えるように私も願っときますね。そう、田中幸男さんが9期生の推しはよしみ、よしみちゃんって、キャーよしみちゃん嬉しいですね、よしみちゃん次しひな祭りケーキ作りたいですね、作りたい。今日は M 出られてますよね。あ、終わったとか、あ、よかった、かぶっちゃってるかもとか思って、そうなんですよね、めっちゃ覚えてくださって、なんか朝、そこ朝ブログにも書いたんですけど、朝ね道端でもお会いしてめっちゃ早かったんですけど、そうめっちゃねあの9時とかそれぐらい、私はあのその朝から自主練にね行ってたらいまして、おはようございますしか言えなかったんですけど、めっちゃ気抜いてたかも、めっちゃね朝からすごいとか言ってくださってて、よかった公園、私も家帰ってほしい。みよ中学3年生6人ねいるので、中3であの受験お疲れ様会とかしたいですねしたいです、何かしらで、ね、ゆしみちゃんさん、マナティ了解です。ピアサウンドナンバ式、そうですよね、もちろん
そうですよね、頑張ります。そうですよね、私に会いたいって来てくださることはもちろんなんですけど、他の9期生に会おうかなっていう方とか、9期生よく分かんないからとりあえず誰か会ってみようみたいな方もいらっしゃるかもしれないのでね。あれってあれですか、リアルイベントとか握手会とかしゃべ会とかもお洋服決めますよね。先輩とか結構決めてたので私も決めようかな。まだまだね、たくさんコスプレがまだオンライン話し会で出してないのがあるので、30分までです。あ、ミラーボールありがとうございます。イヤリングちっちゃいけどね、金のイヤリングしてますよ。イヤリング、いや、部活の先輩にいただいたやつです。この茶色の服は金のイヤリングがめちゃいますね。感じそう、すごい優しいことだなと思って、もうこの涙が止まらなかったです。みそらちゃんしか当たらなかった。あ、そうなんだ、それはそれは次のあれですね、アバターガチャの時にぜひ私やっててください。今日はレオちゃん、結構レオちゃん聞くんだけど。あ、セナちゃん、ヤッホー、ありがとうございます。こんばんは、皆さんこんばんは。私も中学65年生ということはな、77かな、77合ってる。65年生で、だよね、77だよね。変な顔してなくない？あ、さらっと。おめでとうございます、天気のさんもお疲れ様です。やっぱ中3の6人でお疲れ様会したいです。何かしらで、何かしらでしたいですね。お疲れ様チョコを食べる会とかしたいです。お願いします。リラックはやってますね、これ可愛いですね。アンケイさん、アンケイさん、ミラボールありがとうございます。あ、ニジでマスコミありがとうございます。まだまだ二次申し込みも、オンライン話し会の方は今週の木金に6次申し込みが始まりまして、また二次も、ね、リアル握手会とか社名会とかあると思うので、ショールームとかでね、私をしてくださった方とかね、気になるなって方ぜひ会いに来てください。ショールームをするとですね、いつも少し仲間話というか少しずつなんですけど、応援してくださる方が増えてて、ショールームもすごい出会いが多くてですね、嬉しいです。ありがとうございます。ぜひ入ってくださった方はフォローとかよろしくお願いします。プロフィールにオンラインお話し会とか明石会とかの社名会とかのお申し込みのサイトを貼っているので、ぜひ直接会いにも来てくださったら嬉しいです。めっちゃ楽しみ、初めて。トシカードさん、NNB のタコありがとうございます。ありがとうございます。吹奏楽部に入ってたんですけど、何部って吹奏楽部に入ってたんですけど、中3なのでね、引退しました。トランペットをやってました。一応3年間やってたんですけど、コロナでねできなかった期間もあるんですけど、一応3年間やってました、トランペット。コンクールとかが ないみたいな、出ない方針の部活だったので、コンクールには出たことがないので、年1回の文化祭のために毎年やってましたね。いろんな曲弾きましたよ。でも イヤホンあります。そう、今日はちゃんとリサさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。グッズ買いました、ありがとうございます。グサイリさん、そうなんです、グッズをね、生写真とキーホルダーの方は昨日までだったんですけど、はい、ありがとうございます。
オンライン話会追加します、びっくりマークびっくりマークありがとうございます。リアル話会はもちろんなんだけど、オンライン話会は個人だったので、個人だったじゃない、個人なので、レオちゃんが誰かにそっくりで焦った、あ、そうなの、あ、今日イケてんな、てんなじゃ当たったんだイケてんなこんばんは、来てくださってありがとうございます、こんばんは、今日モバイル、そうだったんだ、うん、そう、こんばんは、ありがとうございます、サミカヨシミに当たっていいな、私も会えるように祈ってきます、こちらからも、うん、あ、今日も雨たダメだって、ほほみ、あー、そうなんですね中3組は TikTok やりたいです、やりたい、 TikTok か YouTube とかやってみたいですね、うちらナンバー07組でダメですね、うちら、うちらじゃないですね、何、私らナンバー07組、まあ、あの08ラインもレナちゃん08ですけど、まあ、07ギシキさん、ごめんなさい、ありがとうございます、ソルトさんかわいいなギターありがとうございます、リラックオのギターもたくさんありがとうございます、やってみたいトランペット、そうなんです、アイアンさんと同じトランペットでね、あの山本彩香さんの卒業コンサートで最初になんかトランペット吹いてパンパンパンみたいなので曲が始まる、めっちゃかっこよかったですよね、あれ、いや、あんなに上手ではないんですけど私すごいですよね、絶対緊張しちゃう、私頭の回転早いですか、お母さんによくもっと早くしなさいって言われるんですけど、いや全然、ありがとうございます、いや、トランペット配信でも学校で借りてた楽器なので家にないけど、何かでやってみたいな、でもマウスピースさえ自分で買ったらね、どのトランペットでも吹けますもんね、ちょっと気になるかもしれないけど、トランペット配信音割りしないから、そんなちょっと見せれるかな今日の雰囲気いいですか、今日はねハーフでしてみたんです、してみたんです、どうですか、そうなんです、中学生時代がまるっとコロナでね、入学式もなく、お弁当もね無言で食べないといけない感じで大変だったんですけど、楽しかったです、やっぱ青春はね密だなみたいな楽しかったです、でもカラオケしようかな、あ、トランペットし始めてから肺活量上がったんですよね、そう、風船が膨らませるようになりました、あと腹式呼吸、あの元々ブログでもお話したことあるのも合唱団をやってたので、ね、腹式呼吸はまあできてたんですけど、またなんかもっとできるようになりました、腹式呼吸、だから息上がった時とかにこう、あのこうやって手を置いてて息上がった時とかが、あのお腹が動いちゃうんですよね息した後、10月生まれレアですか、あ、そうなんや、天秤座です、10月、10月18日生まれです、アンケンさん、ナンバのハートありがとうございます、ありがとうございます、ナンバ NNB か、 NNB のハート間違えてナンバって言っちゃった、としかずさん、レインボースターありがとうございます、ありがとうございます、かわいくてごめん、ナンバ式ですごい、あの、まあ、17分の1なんですけど、握手会は違うか、17分の3とかですけど、まあ、でも私からも祈っておりますので、きっとでもオンライン話し会の方は完全に個人なので、完全に絶対に私に会えますね、オンラインですけど、ちょっと東京遠いな、関東関西遠いなとか、あのなかなか日が合わないなってこと、オンライン話し会はたくさん日があって、どこからでもね、あの海外でもできちゃいますので出張中だよって方も魚釣りは私まだあの海でも川でもなく、なんか堤防みたいなところしかなくて、船でちょっと遠いとこまで行って、
やるみたいな本格的なのはお父さんはやったことあるんですけど、私はまだやったことないのでやってみたいですもうちょっと大きいの釣れそうですよね。あゆちゃんさん、はじめまして、ありがとうございます。そうなんです、私も思ったんですけど、やるたびやるたびで大体毎日同じ1時間するんですけど、今日はちょっと30分なんですけど、1時間やってるうちに1時間で来てくださる方がね、ほんの少しずつではあるんですけどすごい増えててめっちゃ嬉しいです。そうなんです、ありがとうございます。でも今日もまだ初めて15分なのに、ね、1180人も来てくださってありがとうございます。キャー、そうなんです、増えてるんです、ありがとうございます、嬉しい。もうすぐね、そうなんです、フォロワーさんのフォローしてくださってる方の数がね2000人になりますので、あと今1800何ぼとかそういう感じでね、キャー、嬉しいです。2000人目指して頑張りたいと思います。ドラクエのテーマもあれですね、始まりの方トランペット絶対かっこいいですよねすごい、渋谷凪沙さん、そうなんですね、すごい、おたまとここ劇世界楽しみですね、ドキドキです、どんな反響なのかすごく楽しみ。案件さん、タコありがとうございます、ありがとうございます。グランドピアノ、お家のグランドピアノで早く配信したいです。グランドピアノがあるんですけど、審査の時はよく弾いてましたね、あそこでよくやってたんですけど、そのピアノがあるのでそこで配信したいですね。ティーユーさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます今日の髪型好きですか？ハーフアップとポニーテールどっちがいいですかね、可愛い、似合ってるって、ありがとうございます。あ、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。スケーモンさん、バラありがとうございます、ありがとうございます。おお、あ、また押しちゃった、アメリカルビさん、ありがとうございます。セナちゃん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。セナちゃん、ちゃんにしました。ムクロさん、タコありがとうございます。タクさん、おお、タクさんありがとうございます、おお、ありがとうございますだんだんねちょっと声が太くなるありがとうございます。タコありがとうございます。ヒゲジーしんちゃん先生もありがとうございます、ありがとうございます。別れの曲に行きません。よしみんがたくさんの涙を乗り越えたから、なんて、なんて、乗り越えたから来てくれて、ありがとうございます。何これ？リラックマポイントとかあるんだ。おお、今知った。あ、それでたくさんリラックマの、ありがとう。あ、そんなのがあるんだ。なんだろうと思った。ありがとうございます。ごちそうさん、なんか素敵なお言葉を。そうで、固定ヘア気になりますね、どんなになるんだろう。でもすごいね、種類がすごい多くないとですよね、今研究生がたくさんいるので。タコ釣りに行こう、お父さんのあれです、知り合いタコ釣ってました、すごい船乗らずに近場でなんかたまたまタコが釣れたみたいで、私もタコ釣りたい、タコ炭パスタなんかあれですね、イカの炭の方がタコの炭の料理も多いからタコ炭パスタってあんまりないらしいですね。イカの方が圧倒的に多いからイカ炭パスタがあるらしいです。でも食べたことないので食べてみたいです。イカ炭パスタ美味しいのかな。そう、チヌ、クロダイのチヌは釣ったことあります。お、わしの推しとめっさち会、おい16日、お、10月、結構10月多いですね多いですね。あ、スティッチさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。先週は蜜、やっぱ私もすごい共感しました、蜜だな、お弁当も蜜ですもんね。お弁当やっぱ先週の一つですけど、めっちゃ早口になっちゃった、ごめんなさい。お弁当も
青春の一つですけど密ですもんね、体育祭とかも。でも楽しかったです、めっちゃ。そうそう卒業、そうですね、もうすぐ卒業です。卒業式の話をすることが多くなって寂しくなってきました。そうなんです。卒業式髪の毛どんなにしようかなって最近ずっと考えてます。あ、この洋服にハーフアップがよく似合います。あ、洋服的にもハーフアップ、これなんか落ち着いた感じですもんね。押していきます、ありがとうございます。私もできる時たくさん配信しますね。今日も可愛い、ありがとうございます。めっちゃたくさんハート。出張公演行きたいです、行ってみたいです。私行ってみたい、出張公演。カメカメ、あ、知ってます知ってます。 HKT の、あ、HKT48 さんね、あのよくテレビ番組で見てました、拝見してました見てました、テレビ番組でよく出られてますよね。すごいと思って、私も出てみたい。イカ釣り楽しい、イカも釣れるんや。知恵袋、知恵袋合ってるか分かんないです。そんな感じのことを聞いたことある。タコスミパスタあったら高級ですよね。あるんですかね、味の違いとかあるんかな。あ、薄くてうまくない、あ、そうなんや、薄いらしいです、美味しくないみたい。トシカズさんレインボースターありがとうございます。こんばんは。タラコパスタいいですね。タラコパスタ私はクリーム系が好きです。あとバジル系めっちゃ大好き、海鮮のバジルとかめっちゃ大好きです。でもあのクリームのチーズチーズしたのも大好きです。レパートさんセミコースありがとうございます。2週ありがとうございます。そうなんです、 JC じゃなくなります、 JK です、 JK なのであれですね、あと16歳にならないとできないのか、配信10時までは。中学生じゃなくなります。高校合格しました。あ、オタク仲間が大阪にいらっしゃるんですね。2月あっという間でしたね。あのマナミンがブログ開けてたんですけど、もうね、あの12月19日にお披露目からもう2ヶ月が経ちまして、でももう濃すぎて濃すぎてって感じです。めっちゃ濃い2ヶ月でもまだまだ濃いですね、きっと。あっという間に。はるくちゃんこんばんは、こんばんは。うだ、歌います歌います。そうです、ついお話ししちゃうんですよね。4年生ネバっこい、あ、調理に向かない。結構皆さんも知ってるタコ知識すごい、かわいすぎ、ありがとうございます。レパートさんレインボースターありがとうございます。カメ飼ってる、すごい。カメ飼ったことないです、お世話はしたことあります。でもカメ洗ってみたいなお世話はしたことあるんですけど、飼ったことないですね。よいつも釣るのはアジとかサバとか、その小さいのをたくさん。そう、カルボナーラ系歌います、すいませんすいませんすいません。あ、引っ越したんや、東京。中学生じゃないです、次から高校生です。高校生です、4月からなんですけど、あの学年なのか年齢なのかがなかなかややこしいと思うんですけど。あ、ね、車崎神社見つけてくださってありがとうございます。
結構見つけやすペペロンチーノあんまり食べたことないかも。なんか何でしたっけ、オリーブオイルと唐辛子みたいな感じですよね、きっと。何歌おうかな。あ、そうですよね。確か年齢ですよね。なので私が10時までできるのは来年の10月からなんですね。あと8ヶ月。お、ちょうど8ヶ月ないぐらいですね。そうですね。まだもうちょっと。埼玉県行ったことないです。長野より上行ったことないんですよね、私。長野より上行ってみたい、いつか。言うの忘れてた。皆さんのご存知、NMB48 の青春のラップタイム。
青春のラップタイムでした。ちょっと緊張しました。手汗が手汗が。青春のラップタイムでした。大変好きだよ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、30分で1800人も来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。来てくださってありがとうございました。ということで終わりたいと思います。あ、たくさんパチパチありがとうございます。失礼しました。お疲れ様ですって言いました。ありがとうございました。元旦公演以来の青春ラップタイムでしたね。今度は17人全員でできたらいいなと。練習では17人全員でやってたんですけど、大丈夫です。ありがとうございます。お疲れインボありがとうございました。皆さん夜に来てくださってありがとうございました。次の配信もまた遊びに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。この後ブログ等のミミのピュアレターを送りますので見ていただけたら嬉しいです。気になった方はぜひフォローと、話し会会いに来てもらえたら嬉しいです。すごい、約2000人視聴ご入して2000人すごい、30分でありがとうございます。あ、すいません、ランチビームしますね。はい、来てくださってありがとうございました。さっき西山がね、持ち帰りますって言ってた。13位ソラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位村人 B さん、ありがとうございます。11位マチさん、ありがとうございます。10位古川さん、ありがとうございます。9位タービーさん、ありがとうございます。8位プチ太郎さん、ありがとうございます。7位ピヨコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位チャーイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして5位ギアッチョさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位スティッチさん、ありがとうございます。そして3位はドゥルドゥ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 ン、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして2位はドゥルドゥ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 ン、むくろさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥルドゥ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 ン、アンケンさんでした。ありがとうございました。カメラ目線ありがとうございました。来てくださった皆さん、本当に2070人の皆さん、見に来てくださってありがとうございました。13位じゃない方もありがとうございました。次の配信もぜひ遊びに来てください。フォローもお願いします。今日ブログあげますね、後で見てもらえた。パチパチありがとうございます。たくさんパチパチ、あの読めなかったコメント後でね、全部読みたいと思います。今日もお疲れ様でした。明日も頑張りましょう。今日は月曜日大変でしたが、お疲れ様でした。月曜日でした。明日も頑張りましょう。ということで、明日も来てくれるかな、ヤーリング。そして世界のギ友達の癖に言っちゃった。それではいいとも、ありがとうございます。あのぜひ配信オンリーはあのいいともってね、あの分からない方もぜひ、通りすがりの方もいいともって、ね、言ってもらえたら。それではまたね、お疲れ様でした。明日も頑張りましょう。ありがとうございました。またねー。